ただいまと言っても誰もいないんだよね。寂しいな。彼女ぐらいいればな。しかし今日はこのプルミエールをやって、せめてゲームの中だけでもモテモテのウハウハ状態を堪能しよう。ゲー、そういえば俺ってば使い方よく知らないんだった。なんてついてないんだ。ああ、もう嫌になっちゃうな。どうして俺ってばこんなについてないんだろう。金もないし、頭も良くないし、顔だってそんなにいい方じゃないし、ましてや女の子にもモテないし。チュッ、もう寝よ。寂しいな。なんだなんだ、何が起こったんだ。ああ、なんだお前たちどっから来たんだ。いやいや、すまんの、脅かして。脅かしてって、お前たち泥棒か。金ならないぞ、全くないぞ。そんなこと胸張って言えることかの。わてら泥棒ちゃうねん。泥棒じゃなかったら何者なんだよ。テレビなんかから出てきて。もしかして夢？夢でもないんだが、ま、いいか。しかし、とんでもないところに来てしもうたの。ふがふが。おや、スワティはどうしたんだにゃ。スワティ？おお、来たぞ。え、誰が。またテレビから出てくるんじゃ。いや、遅くなっちゃった。こんにちは、お邪魔します。おお、スワティ待っとったぞい。あー、みんな待たせちゃってごめんね。君は一体このジジイたちも何者なんだ。人間たちは私たちのこと七福神って呼んでるわ。このヒントなじじいたちが七福神。じゃあ神様。人間はそう呼んでくれてるみたいね。スワジーシャンは弁天とも言われとるんじゃ。うわうわ、それって可愛くないから、インド読みでサラスワティ、簡単にスワティって呼んでよ。神様って、そんな、まさか。いきなり出てきてごめんなさい。わしらはこのゲームの中に封印されておったのだ。さあ、で、純真な心の持ち主にパワーを与えとるんだにゃ。さんは選ばれた人間なんじゃぞ。まさかこんなやつじゃったとは思わんかったがの。だーん、もうこいつら人の部屋に勝手に出てきた挙句に文句ばっか抜かしやがって。そんなに怒らんでもよかろうに。待って、みんなせっかく人間界に降臨して初めての人なんだもん。ちゃんとしてあげようよ。何を？まさか。うん、女の子との縁を取り持ってあげようと思うんだけど。嫌かな。とんでもない。その代わりと言っちゃなんだが、しばらくの間ここにいさせてはくれんかの。でもいいか。かわいい女の子紹介してくれよ。施してあげよう。おーい。
ー